なくて、どこにあるんだろう。やっほー、みんなこんにちは。あ、リカさん、かわいい、ありがとう。恋してカープさん、ホワイトデーのハート、ありがとう。ゆきさん、こんばんは、ありがとう。ゆうすけさんもハートありがとう、ありがとう。チンジョウゲさんもマシュマロ、ホワイトデーのマシュマロありがとう。久しぶりに見れてめっちゃ嬉しい。え、そう言ってくれて私も嬉しい。あ、つよつよさんだ。え、かわいい、嬉しい。クマ、キューピッドみたいな。クマ、ホワイトデークマちゃん、ありがとう。ありがとう、クマ。よっちゃんさん、ハートありがとう。ゆういちさん、レインボースター、ありがとう。井上しひろさん、ハート、ありがとう。しゅんさん、かわいい、ありがとう。ゆういちさん、マシュマロもありがとう。しまさん、マシュマロありがとう。こてつさん、ハートありがとう。ホワイトデーハート。おやっきーさん、マシュマロありがとう。つよつよさんもマシュマロありがとう。パリーさんだ、マシュマロありがとう。嬉しい、来てくれてありがとう。くまけんさん、ハートありがとう。いっぱいマシュマロありがとう。マリーさん、ありがとう。リカさんもマシュマロありがとう。キョタロウさんもマシュマロありがとう。めっちゃ美人さんよ、ありがとう。ゆきさん、リカちゃんかわいい。あ、こうちゃんさん来てくれて嬉しい、ありがとう。やっほー、久しぶり、こんにちは。ポスト見るの早くて偉い、今日から販売だって。あ、そうなんだ。ローソン探そう。こんばんは、こんにちはかな、こんばんはかな。ちくわドーナツさんもマシュマロたくさんありがとう。おはようございますさん、ハートありがとう。鈴鹿さんもハートありがとう。きよ兄さんマシュマロありがとう。ザッキーさんもマシュマロありがとう。ハートもありがとう、ザッキーさん。あ、しんのすけさん、嬉しい、来てくれたんだ。ハートありがとう。ありがとう、みんなありがとう。バリーさんマシュマロありがとう。ダースーさんもマシュマロありがとう。あきまさん、ハートありがとう。ありがとう。ご当地唐揚げくんかな。何？どこでもあるの？ご当地の唐揚げ。どこでもっていうか、それぞれ？それぞれ各県であるってこと？情報難民。世界一かわいい、ほんとかよ、ありがとう。まるまるのグチやってみた、見た、コンプリートしてた、私もコンプリートした。だからさ、メンバーとね、この間遊びに行って、いろんなこと遊びに行って、その時に結構まるまるのグチに遭遇して、でみんなが、あ、いーちゃん好きなやつガチガチあるよって言われたんだけど、もうコンプしてるから大丈夫ってみんなに言ってた。ちょっとネタにされた。もうコンプしてるから大丈夫だよって他の子が言ってくれるようになった。かわゆいたん、みんなありがとう。
ありがとう。今日もめちゃくちゃ可愛い。嬉しい、しんのすけさん、ありがとう。ありがとう。ゆういちから余った花丸お化けのガチャもらったかな。え、またお揃い界隈じゃん。どこに遊びに行ったの？広島。広島。キラボチありがとう。誰だっけ。ありがとう。地方ごとだよ、唐揚げくん。そうなんだ。気になる。調べよう。ちょっと遠征しちゃおうかな。すみおさん、初見さん、こんにちは。千葉県は大雨です。広島県は昨日の夜雨だったっぽいです。あやみちゃん、こんにちは。嬉しい、あやみちゃん。あ、ヘンダンソンさん、やっほーやっほー。ヘンダーソンさん、ハートありがとう。クマケンさん、クマ、なんかかわいいクマ、ありがとう。キョウタロウさん、ホワイトデーのハートありがとう。これキャンディーかな。え、キャンディー、あ、え、待って、ちょっと違うんだけど、羽がついてるハート、ありがとう。あきもさん、ハート。キャンディー、ありがとう。めぐるのこうじさん、ちくわドーナツさん、マシュマロ、ありがとう。パリーさん、マシュマロ、ありがとう。ちくわドーナツさん、キャンディー、ありがとう。ハロリンさん、マシュマロ、ありがとう。いっちーちゃんさんも、マシュマロ、ありがとう。嬉しい。みんな X もありがとね。コメントしてくれたり見てるから嬉しい。結構いいねも見てるかも。だからいいねくれてるの知ってるよ。いい活またたくさんしたよ。え、嬉しい。また載せてね。嬉しい、ありがとう。かわいいた、ありがとう。広島は10時くらいまで雨だったね。何、朝10時くらいまで雨だった。ご当地からあげくんメッセンしといてよ。え、嬉しい。私が調べないで済む。ありがとう。じゃあ見ちゃおっかな。ちょっと見てない間に通知がたまるの好きなんだよね。え、すごい。中国、四国がゆかりなの？え、すごい、かわいい。新章がいいね。え、かわいい。パッケージがかわいい。え、ちょっと自分は新章が似て会いたいな。ありがとう、もふもふさん、ありがとう。チリトマトさん、ヤオヨロズさん、はじめまして。今日さ、かわいいグミ買ったの。かわいくない？し
かもハートの形っぽくない？嬉しい嬉しい。最近メールで空の写真あげてるね。空、いい空になんか出会うんですよ。今日も可愛い。なんたんさんありがとう。可愛い。初見さんのももパパさんありがとう。え、なんだっけ、くまけんさんも空の写真あげてるの見た。綺麗だった。あとヘンダーソンさんもめっちゃ綺麗だった。圭一さんこんばんは。通知オンなのか。通知はオフ。通知はオフにしてるけど、なんていうの、ここの右下に20プラスってなるのが好き。ゆういちさん、石原優奈っていうアバターのゆういちさん。エイタン、この歌が住んでる時毎日連絡入れてくれてありがとう。本当に心配だったから、本当に元気になってよかった。心の傷は癒えないかもしれないけど元気になってよかった。ありがとう。それを言ってくれるかなも優しい。連絡くれたんだって言ってくれるかなたんが優しいな。くら寿司は行った？え、行けてない。私人生でくら寿司行ったことないかもしれないんだよね。どこにあるん？どこにあるの？美味しそうなグミですね。可愛いでしょ。ネクター好きなんだよね。けど自分砂糖今あんまり食べちゃいけないんですよね。ゆうゆうさんこんにちは。綺麗なのが撮れたレックスに投稿するね。待ってるね。くまけんさん、空の写真共有し合いましょう。 Miss you so much. Thank you. ジェリーさんこんばんは。お疲れ様です。お疲れ様です。くら寿司リア充と言ってあげて。行きたい。あれ、なんかコラボしてたっけ。なんだっけ、米田コーヒーのパンチウサギのやつは見たよ。私も行きたいな。ジェリーさんバラありがとう。ありがとうございます。目黒の浩二さん、キューピット水いるくまちゃんありがとう。ありがとうくま。しまさんマシュマロありがとう。あれ、ゆきさんよね。フォローしとくね。してなかったの？してなかったんですか。きょうたろうさん、キャンディーありがとう。ノンタンさんマシュマロありがとう。キャンディーもありがとう。ヘンダンソンさんハートありがとう。チュアンさんマシュマロありがとう。コココマさんハートありがとう。皆さんメールの返信もありがとうございます。見てます。エイタン、3期生でカラコン&ネイルしたいメンバーはいますか？どういうこと？どういうこと？ちいかわと8割のフィギュアをゲットしたよ。あ、え、私のカニちゃん見せてあげたい。戻ってきた。
くら寿司はちいかわ、くら寿司がちいかわか。え、じゃあちょっとメンバーみんなで行かないとだね。くら寿司って5皿ごとにガチガチできるんよね。知ってるわ。なんだっけ、なんかさ落とすやつよね、お皿放り込む空が上にあって、あ、カナダのファンって感じ。カナダのファンだ。ちょっと会わないうちにますます美人になってる。嬉しい。つよつよさん、いつも褒めてくれる、嬉しい。桃のネクター好きだから冷蔵庫にある。え、いいの、箱買い。お嬢様だから回らないよしか。そういうことにしよう。声も好き。イカちゃんの声ってなんかリラックスしてしまう。イエーイ。そういうこと、そういうこと、そういうこと、そういうこと。お、もしかしてそういうこと、そういうこと。あいこじいさんと写真撮れてよかったね。あいこじいさんもいいちゃんと鉢合いそうって言ってた。え、メールで言ってくれてたらしい、嬉しい。嬉しい。そうなんですよ、そういうこと。さんまさんのギャグ、え、そんなこと言ってる。見て、かわちい。え、かわちい、イエーイ、かわいいでしょ。カニ、イエーイ。そう、配信しちょっとね、久しぶりだね。そうなんですよね、ごめん、ありがとう。ヘンダーソンさん、だるま、ありがとう。ジャンドーさん、マシュマロ、ありがとう。ベガスマンさん、ハート、ありがとう。ゆいかわ、いいね。かわゆいたんと思ってたけど、ゆいかわもありかも。かわいい、かわいいよね、かわいい。でもカニじゃないんだってしてくれてありがとう。こちらこそありがとう。花粉が飛び出して春だなと感じてます。メール見たんですか。えいちゃんさん、初見さん、こんにちは。かわいい、かわいいでしょ。ほっぺかわいい。これは何、鼻チーク、かわいい鼻チークかもしれん。え、釣り眉もかわいい。釣り眉の女の子好きなんだよね、かわいい。おんまゆっぱっつんかな、かわいい。そういえばポスターと
チン並べのチキ届いてた。え、早い、嬉しい、ありがとう。そう、ポスターフルネームみんな本名で書き書きしましたよ。本当に誰もニックネームじゃないんだと思ったけど、多分そんなん入れる場所なかったんだろうなって思った、って思った。七並べのチキももう届いたんだ、嬉しい。自分もさ、七並べのチキ届いてほしいんだけど、だから頑張らなきゃ自分も七並べのチキ欲しい。あと15分くらいでやめようと思います。あ、いくがぴょんぴょんさん、いくがぴょんぴょんさんって呼んじゃう。ちら、やっほー。うちたんかわちい、ね、サチタンの音声で再生されるゆちたん。サチタンかわちい。本名で呼ばれるのが実は一番嬉しい。そうなんだ。本名知らない、大津アットンさん。いつか呼べるかな。タカヒーロさん、こんにちは。ファンの人の本名も覚えられるね。結構覚えちゃってるポスター一回書いたくらいだとちょっと記憶にないんだけど、チェキとポスター重なるとわかるねあとはなんだっけ、放課後なんちら、あれズームでフルネームだったからね、あれ、ああいうの覚えちゃうね。こんなってあれだね。え、全然こういう名前なんだって思う。なんていうの、なんかやっぱさ、みんなね、ニックネームがあるわけじゃん。ニックネームが結構キラキラネームだったりする方も多いわけじゃん。けどちゃんと本名あったと思って、あとは逆に、あ、本名がなんとかだからなんとかさんなんだって思うとなんか可愛いって思う。いいね、ニックネームって。キャワワ、キャワワ、わらびもちさん、こんにちは。トマさん、こんにちは。山形さん、あきさん、こんにちは。かにちゃん可愛いから推しキャラにしてもいい？いいよーん。お揃い推しキャラにしよう。まるまるもおパンチウサギもお揃いじゃない？お揃いよね。かわさん、こんにちは。ぴょんぴょんでいいよん、ぴょんぴょんでいいぴょん。ユナイテッドさん、こんにちは。かわゆいたん、かわゆいたん。放課後ホームルーム本当嫌なんだけど本当におもろい。放課後ホームルーム本当に面白いよね。放課後ホームルームって何って感じだよね。しかも
放課後ホームルームっていうイベント、おもろい。イベント名からおもろい。でもいい思い出、いい思い出すぎるよ。しーちゃんの名前難しいよね。難しい。え、ねえ、しーちゃんの名前ってさ、二つある？一つ？あれ？って思ったんだよね。え、あとさ、ポスターってしーちゃん？違うのかな？キラキラなファンネームにしようかな。あっとんみたいな。あー、かわいいかも。あっとん。何がいいかな。でも、こうやってアルファベットにしちゃうと、ちゃんと読めないメンバーが出てきそうじゃない？だから、何がいいかな。とをカタカナにするとか。適当でごめん。こうたさん、こんにちは。主見さん、こんばんは。いい靴に漏れる分にはまあいいかな。なんならファンの人の住所とかも私知ってる人は知ってるかもしれないからね。サインでスタッフの忠告無視で小鉄のがいいよねとサインされたことあった。スタッフさん、カッコの中とかまで書いといた方がいいんじゃないですかって みんな言うよね。AI21 さん、え、かわいい。佐野丸、こんにちは。初対面フルネームのしんどすぎる。それな、確かに。自分は本名を縮めただけだから単純なんだよね。そうなんだ。まだ熊健さんの本名には私出会ってないかも。そうなんだ。いいね。え、いいね。かわいいね。熊かわいい。英語と漢字にバージョンある。ポスター多分しーちゃん。え、漢字も2バージョンない？それは違う？え、なんでだろう？いいなぁ、いい子に名前覚えてほしいなぁ。覚えるよ。本当に、結構どうでもいいこと、どうでもよくないから覚えてるんだけど、人の話とか、人の名前とか地味に覚えてるタイプ。あの時誰々なんて言ってたっけとかっていうのが意外と出てくるタイプなんですよ。今度ニックネーム新しくつけてもらおうかな。いいよーん、いいよーん。住所まではやばいでしょ。個人情報を握っているかもしれない。C のある方が C ちゃんかも。え、そうか。え、一応誰、あれよね、多分 C ちゃんはそうだと思ってた。だって C って読めるから。けど自分のと名前かぶる？ちょ、しーちゃんにしか聞けないわ。まるまる剣ゼミとかも覚えちゃう？え、なんとなく大体覚えてる。覚える人は覚える。今日忘れちゃう時もあるかも。一回しか会ったり、ショールームしか来てないのに覚えちゃう人は覚えちゃうし、なんだろうね。なんか、関連づいたら覚えやすいかな。
リアルのサイン会あれば本名使う。オッケー。いいよん。お嬢、たまたまさん。ルカさんの卒業発表つらい。本当に私ももうびっくりしすぎて辛いです。本当に絶対卒業までに会いに行きたいです。オタク発言みたいになっちゃう。ルカさんの公演また見に行きたいと思います。お嬢、取り解け者さん、やっほー。ゆかちゃん記憶力めっちゃいいよね。めっちゃいいかも。めっちゃいい時はいいかも。でもね、いっぱい会いに来てくれるからね。ラブニャンさん、こんばんは。私覚えてますか？もちろんだよ。長い仲じゃないですか。一番最初に覚えたと言っても過言ではない。テレイさんだ、こんばんは。かわいいたん。ヒロさん、ミクロンさん、こんにちは。元ファンだったメンバーのファン時代の名前が気になる。どういうこと？元ファンだったメンバーの、ああそういうこと。なんていう名前でオタク活動をしてたかってことですね。確かに結構自分はオタク仲間の同級生とか学校の子でも同い年くらいの現場で会った友達とかでも推し名にニックネームつけてもらった子とかあんまり本名とかけ離れてるみたいな子は5人に1人くらいな気がした。スタリオンさん、初見さん、3期のファン見楽しみです。3期のファン見、つかちゃんさん、こんばんは。名前覚えてないのか。イベで会うたびにあとかえとかいう子もいたな。いやー難しい、難しいよ。なんか本当に毎回同じ覚えてもらうために行くんだったらやっぱりそれなりの作戦を練らなきゃいけないと思います。毎回同じ T シャツとかメガネかけとくとか、なんだろう。でも毎回同じ服はそれでさ、それでちょっとあんまりかな。いつも同じ服って感じがする。なんだろうね。髪色派手とか覚えるけどね、私は。こんにちは、こんにちは。17日のファンミー行くからよろしくね。ファンミーってそれか。よろしくね。皆さんごめん、そういうことか。17日ってファンミーなのか。よろしくお願いします。岡田奈々さん、ファンにストロベリーちゃんとかいたら、それはもう、ああ、それはもう、あ、噂をすれば、しーちゃん登場。楽器中間テスト終わったばっかり。しーちゃん、忙しい。この間もテストって、テスト終わったらテストってイメージ。
今バイト働きに行く。気をつけて。頑張れ。えらい。ついにこの前の最終再販でポチってしまいました。え、嬉しい。待ってる。こんにちは、こんにちは。毎回ミンティア食べます。ミンティア、こんにちは。 X の投稿、ルカさんに届いてよかったですね。え、ルカさんのファンが見に来てくださってるってことだ。嬉しい。届いてよかったです。ルカさんすごい神対応、コメントまでしてくださって嬉しかった。嬉しかったです。自分はいつも同じネックレスにしてる。ああ、ごついアクセサリーとかも覚えやすいかも。ごついって言い方もあれだけど、いつもなんかかわいいカメオのネックレスしてた方とか覚えてる。かわいいねって自分も言ってるから覚えてる。サラリーマンだから派手髪できない。ああそうよね、確かに派手髪の方は特殊なお仕事かもしれん。特殊って言い方もあれだけど。髪色、じゃあ次直接会う時はどんな髪色を染めてもいい？え、しーちゃんこの間可愛かった。赤っぽい、ピンクっぽい、ブラウン。けど悩むね。何がいいかな。しーちゃんはなんかオリーブっぽい色とかも似合いそうだけど、でも茶髪のイメージが強いんだよな。何色でもいいよ。楽しみにしてる。いいね。ありがとう、18時教えてくれて。本当はもうすぐだ。目の前で卒業発表されちゃったけど、卒業までにまた公演を見に来てあげてほしいです。もう絶対行きます。生誕もありますよね。行けないかな。派手髪だから覚えてもらえたのかな。もうゆうゆうさんは山口の公園かなで覚えた。誰のファンなんだろうって思ったらくるくるさんだって思って、くるくるさんのファンのゆうゆうさんで覚えた。確かに派手髪覚えやすい。幕張会いに行きます。え、嬉しい。10月だっけ、前の幕張も来てくれた。嬉しいな。待ってます。通所だよね。喋ったことも覚えてるよ。嬉しい。トッシーさん、響さん、主権さん、こんにちは。カリさんこんにちは。金髪し、金髪リクエスト来てる。ぴょんぴょんさんから金髪のリクエストされてる。いつか染める。楽しみにしてるね。全然普段から染めたりとか、髪の毛染めたりなんかしたって言ったら後ろ姿とかあげてね。そういうの、そういうファンの方の近況を見るの好き。じゃあ男女読みします。13位、たかひろさん、ありがとう。12位、いっちーちゃんさん、ありがとう。
11位みんみんさん、ありがとう。10位ルイさん、ありがとう。え、待って待って待って、え、かわいいしーちゃん、やばい、嬉しい。お礼かきかきしよう。みんなホワイトデーのギフトくれて嬉しかった。ありがとう。マシュマロめっちゃ可愛かったし、なんかミントグリーンのキューピッドのクマちゃんも可愛かった。ありがとう。待って、ごめん、消えた？これなんて言ったわ？猫、猫、猫ハート。メンバー配信遊びに来ないかなって思ったけど、遊びに来なかったかも。で、今急に思ったよね。このサイドの木が伸びちゃったんだよね。だから巻いてるんだ。しーちゃん、ホワイトデーのなんか猫ちゃんのタワーありがとう、嬉しい。猫耳ピース、ありがとう。しーちゃんと久しぶりに話せて嬉しかった。スペイン語は順調ですか？ありがとう、嬉しい。ありがとう、しーちゃん。来てくれて嬉しかった。ありがとう。あ、え？リアチュー？リアチューじゃない？たくさんメッセージもかわいい。え、嬉しい。iPad の後ろに入れた。え？ありがとう。ありがとう。リチャ来たよ。リアチュかな。リアチュ。リアチュ大好き。メンバーこっそり見てるかもよ。そうなんですよ。大抵こっそりみんな見てたりするんですよね。メンバーの配信を。僕と育児のメッセージカードもらったよ。あ、それを iPad の後ろに入れたってことか。ありがとう。
あ、え、みんなとはパチパチありがとう。もうこの雰囲気が大好き。みんながタワーパチパチって言ってくれる、ありがとう。今さらキラキラとかつけちゃおう。ありがとう、しーちゃん、ありがとう。ありがとう、ありがとう。リアチューとくら寿司って言って、え、リアチューくら寿司行こう。ユーナも連れて行こうかな。ちいかわ組で行こう。13位みんみんさん、12位デビさん、11位きょうたろさん、10位のんたんさん、9位りかさん。りかさんさ、私よくさ X でさ、お揃いっていうか、なんか同じもの食べてくれたりとかして載せてくれる方よね。嬉しい。8位おはようございますさん、7位くまけんさん、本名を2文字ずつ取ったことを知りました、くまけんさん。6位ちくわドーナツさん、5位バディさん、パチ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 、4位目黒のこうじさん、パチ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 、3位ベガスマンさん、パチ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 、2位つよつよさん、パチ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 、ありがとう。1位しーちゃん、パチ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 、ありがとう。かわいいとはありがとう。嬉しい、みんな配信来てくれてありがとう。まだお仕事中かもしれない時間だったけど、そろそろみんなお家帰れる時間だったりする？在宅のお仕事の人も多いかな。だけどありがとう、ちょっと早い時間からだったけどありがとう。みんなパチパチありがとう。こっそりあるある、そうあるあるなんですよ。見てたよって明日言ってくるかも、久しぶりに配信してたねとか、そういうことまで知ってるメンバー多いと思う。俺もこっそりこっそり見てた。でもみんな結構ね、静かに見てる方も多いですよね。うさぎちゃんの欲しい、うさぎちゃんの欲しい、あ、ぴょんぴょんさんだから、ちいかわのうさぎ。ゆうのも喜びそうよね、一緒に行きたい。パチパチありがとう、ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。配信お疲れ様でした、ありがとう、いつもありがとう、見に来てくれて嬉しい。目黒のこうじさんありがとう、配信ありがとう、こちらこそありがとう、いろいろみんなありがとう、気にかけてくれてありがとう、ありがとう、ありがとう。柔軟に行くね、向かりもみんなありがとう、配信ありがとう、こちらこそありがとう。いつかフルネーム教えます、いつかフルネームぜひ、あ、もしよかったらファンレターとかでも知れるので、もしよかったら皆さんファンレターもお待ちしております。事務所とかにさ、あとね、取りに行ったタイミングとかで、あんまりいないんだけど
そう、ファンレター届いてる、届いてない悲しい、届いてると嬉しい。ありがとう。配信間に合ったとは思ったら終わりで悲しみ。え、でも来てくれて嬉しい、なっちゃんさん。安心する、顔ぶれ。お疲れ様でした、ゆかちゃん。またね、ありがとう。配信ありがとう。こちらこそありがとう。パチパチありがとう。久しぶりの配信お疲れ様でした。あ、AB さん、ありがとう。ありがとうございます。ありがとう、みんなありがとう。またね、またね、パリーさん、またね。鈴鹿さんもいつもありがとう。また早く会いましょう。あ、え、そう、今日ね、配信のね、結構ね、最初の方にね、喋ってたんだけどね、まるまるガチャをコンプしました。ちゃんとコンプするまでダーって回しました、一人で。一人でガチャガチャで、サンリオショップにガチャガチャがついてるところでやったから、サンリオショップの人に了解してくださいって言ったら、めっちゃニコニコでお姉さんが対応してくれて嬉しかったっていうエピソードもあります。そうなんです。そう、ファンレター出せるようになったんですよ、研究生も。だから待ってる、待ってる。爆体見に行ってくる。またね、え、またね、見に行ってきてね。さっき台本見た。ありがとう、みんなありがとう。バイバーイ、ありがとうございました。え、待って、何これ、 AKB48 グループ初代白熊ちゃん決定戦新人36位って出てきた。なんか嬉しい、白熊ちゃん。白熊ちゃんだって。またね、またね、バイバーイ、ありがとう、本当にありがとうございます。バイバーイ、また話しましょう。バイバーイ、長い時間お付き合いくださって本当ありがとうございました。なかなか終わらないんだけど。カープ男子さん、ヒロさん、おはようございます。さん、ベレッタさん、ユキさん、よっちゃんさん、アキモさん、炭酸せんべいさん、ミンミンさん、ヤマシンさん、タンタンさん、天使の絵の具さん、ちょっとギフト読めてなかった、 AB さんもありがとう、ガワさんありがとう、ありがとう、バイバーイ。